波が濃い。怨霊の呪文は死に近づくことと同じ。あなたがこの痛みに耐えられると良いのですが。痛みには慣れている。
姉が嫌いか。あ、自分が嫌いになったか。なら大丈夫。これで強くなれる。これをお持ちなさい。あの山にはこの霊石塔の光を嫌う者がいるのです。
辛いのは姉のことを本当に思っているから。お前の姉はその思いをきっと分かってくれる。家族だから。今辛いことがあっても本当はお前のことを大切に思っているはず。家族の絆を信じればそのことがわかる。大丈夫、お前は強くなれる。強くなる。